はい、続きからです。フレータに閉じ込められたとこからですね。この辺探索してみようか。ん？まっすぐ。おもちゃは高い棚の上にきちんと並び、静かに座っている。うん、おい、ここまで行ってもよかったね。セーブが開いただけでびっくりするんじゃないよ。小心者か。ここは真っ暗ね。ん？揺れた？気のせい。ああ、なるほど。ん？小さな人形は静かに独り言をつぶやきながら、無心に天井を見つめている。え？この辺とか。ん？何？何？ついにここに来てくれたんだね。誰？みんな君を待ってたんだよ。ついにここに来てくれたんだね。思った通り、すごい綺麗な子だ。もちろんだよ。彼女は選ばれたんだから。選ばれたんだ。早くここから出なきゃ。明るくなったね、結構。みんな君を待ってたんだ。そうかい？怖がらないで。僕たちは君の敵じゃないよ。僕たちは君と一緒にずっとここにいるだけで嬉しいんだよ。君は選ばれたんだ。なん？おもちゃたちは、ああ、読んだね。ネズミが、なんで潰そうとしてんだ俺は。これは？ちょっとこっちとか。おお、いろいろあるんだね。何に使うのかわかんないんだけどさ。こっちは？ん？これは何？虚空を見つめる毛皮の汚れた大きなテディベアは、汚れた方に真っ黒の分厚い涙をパタパタと落としている。え、何これ？毛皮か。びっくりした。なんか警察のさ、検診時に引くあの白いやつみたいなかなって。これは東天ポール。これがあれか、さっきの下のとこから来るとこか。オッケーオッケー。君は？ここもそれほど悪いところじゃないでしょ。ここはとてもたくさんの友達がいるんだ。本当に心地いい場所だよ。またあの人形。また？ああ、かわいいよね。ん？ん？あれ？どこに行ったの？これは？昔々、町の近くの森に小さな魔女が住んでいました。彼女は魔法をかけたり飛んだりして一日中遊んでいました。ある日、夜が明けようとする頃に、5人の女の子が木の実を探しに森へと出かけました。あ、これがエグレッタが話してた話ってやつか。メイベルとドロシーは親友同士。一つの房に収まったエンドウ豆のように二人はいつも一緒。二人は神の加護を受けていると信じていました。ギウレッタとイザベラは双子の女の子。二人は一番幼いけど、一番の力持ちだと言われています。パワータイプってことか。え？マデレインは、町で有名な嘘つき。彼女、母親の言うことを聞かずに、危ないことをやりたがりました。まあ、そういう、時もあるよね。森に着くと、彼女たちは小さな魔女とばったり会い、魔女の使う不思議な魔法を見て驚きました。魔法の不思議な光景に引きつけられ、少女たちは何が起きたのか魔女に聞きました。親切でいい子の魔女は喜んで魔法のことを教えました。これは私の魔法の杖のおかげなのよ。これさえあれば勉強しなくてもどんな魔法だって使えるのよ。と、空中で杖を振り回しながら彼女は答えました。
よかったら貸してあげるわよ。みんなに一日ずつだけ使わせてあげる。それを聞いて5人の少女はとても喜びました。でも杖を欲しい誘惑に負けないでね。もし私の杖が帰ってこなかったなら杖を盗んだ泥棒を絶対見つけて火炙りにするからね。そして小さな魔女は彼女たちに別れを告げ、女の子たちは交代で杖の魔法を楽しみました。そして5日後、魔女が彼女たちに会いに行くと、魔法の杖はどこにも見当たりませんでした。約束を破られたことに怒って、小さな魔女はすぐに犯人を探し始めました。魔女は彼女たちをそれぞれ縛りつけ、嘘をついたら火をつけると脅しました。誰が私の一番大切なものを盗んだの?と彼女たちに尋ね、彼女たちはそれぞれ答えました。きっと、待て、リンがやったのよ。ドロシーはいつも本当のこと言うわ。メイベルは泣きながら答えました。嘘つきは、ギブリッテを杖を盗んだのはメイベルよ。ドロシーは叫びました。ドロシーは無実よ。イザベラは嘘なんかついたことないわ。ギブリエッタは泣きつきました。マデレインは嘘をつくかもしれない。でも彼女はやってないわ。イザベラはわめきながら答えました。メイベルは信用できるわ。グイリエッタが杖を盗んのに決まってる。マデレインは大声で答えました。結局誰も犯人は出てこず、魔女は無慈悲に焼け死ねと彼女たちに言いました。彼女たちは死ぬ間際まで許しを乞い続けましたとさ。めでたしめでたしめでたくないよ。なんて恐ろしい話。上位なんだよ。本を踏むな。一体誰が私の大切な杖を盗んだの?まで、は やってない。グイは嘘つき。ちょっと待って、グイは嘘つき、一体誰が私の大切な杖を盗んだの?え?今あなたの運命が決まるわよ、お嬢さん。え?帰られへんこれ。無理?怖え、ここ。めっちゃ怖いな、ここ。この子もアクティブだよね。俺無理だもん、こんなとこ。移動す、あー、出れない。ドロシーはいつも本当のことを言う。これどうなんだろう。全員が本当のことを言ってるって前提で言っていいの?いや、全員、じゃあ下だけ信用してみようか。ドロシーはいつも本当のことを言うから、じゃあちょっと待って、違う。ドロシーは、ん?じゃあメイベル?ドロシーはいつも本当のこと言うわって言ってるのに、ドロシーに売られてんだね、この子。グイは嘘つき、メイベルは杖を盗んだ。ドロシーは無実。イザベラは嘘なんかついたことないわ。多分嘘をついているけど、犯人は彼女じゃないわ。お前一番さ、薄いねんな。なんか。
ょっと燃やしてみるか。いいよ、もう死んだらセーブしてるし、全員試していけよ。正解でした。天罰が下って当然よ。その月に変わって月に変わってお仕置きをみたいな、その字数で言われても。これは、あれ、ちょっと待って、拾えない、錆びた鍵。笑わないで。天罰が下って当然よ。とても暗い。え、ここか、ハサミ持っていこうか。ここを出るときに使える。えい、なんだよ。またこの走り書き、はははは、とか書いてあるね。言うとく前モスト、誰がこんなものを書いているの。あ、下のこれ髪の毛なんだ。鏡から髪の毛が。鏡は不気味に淡い光を放っている。これだけかい？これは、ここはこれだけか。髪の毛切ったりとかじゃないんだ。今の何？え？使ってみる？無理か。散髪かなって思ったんだけど。話変わってたりしないか。読み返すだもんね。あれ、帰れなくなってるね。どうすればいいの。これじゃ外に出られない。セーブさせて。どうして外に出たがるの。君は僕らとずっとここにいるんだと思ってたよ。いつまでもここにはいられないわ。お願いだよ、僕たちのことを見捨てないでよ。君が必要なんだよ。いや、ずっとここにいようよ。出ていくなんて許さないからね。こっから出なきゃいけないの。セーブしとこう。ここ行けないのかな。何やれ、何が追ってきてる。なんかいっぱいおる。うわ、なん、あ、人形か。あ、やべ、やべ。え、積んだ。あ、いや、痛い。音が痛い。あ、間違えた。これ見てる人はこの画面久しぶりだよね。これね、見れないんだよね、どのファイルか。セーブしといてよかったね。あ、違う、間違えた。読んだわ。でもこれが早いから楽なんだよ。閉まってるか。やべ。え、何すればいいの。
これだ。これだこれだ。かけて。取れ取れ取れ。取ったら取れなくなるんだろう。開けろ。これで、あれか。これか。違う違う違う。あ、ハサミのマークあったね。これだわ。なんでそれで開くんだい。大丈夫か。ここはどこなの。え、お、セーブだ。セーブしとこう。君は本当に特別だね、お嬢さん。どういう意味なの、カボチャさん。お姫様のところへ行って聞けばいいんじゃないかな。きっと君に会いたくてたまらないはずだよ。すごいよ、君がこんなに遠くへ来れるなんて思ってなかったよ。カボチャさん、ここはどこなの。知らないよ、僕らはどこにでもいるからね。ん？え？フレータだわ。この像、なんだか前に見たことある気がする。どうしてこの像が、こんなところに？ん？見たっけ？なんなのこれ？なんで私の像がここにあるの？なにこれ？イストリゲーム？フレーター、お帰りなさい。フレーター、あなたと話をしたいの。話をしたい。何についてよ。何が起こ、どうして屋根裏部屋から出たの？教えて。どうして逃げ出したの？フレーター聞いて。害だから。ねえ、私と、最後のゲームをしない？聞けって。私の好きなゲームよ、やりましょう。ん？え？もしあなたが勝ったら私が知っている全てを教えるわ。でもあなたが負けた時はどうなるか分かっているわよね。本当に約束してくれるの？一体何が起こっているのか教えてくれるって。ええ、もちろんよ。私があなたに嘘をついたことがあった？さあ、遊びましょう。ん？ Sit down on the… え？ Careful. Be careful. 心配するなって。ちょっと待って。ちょっと待って。待って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 。え？え？うん、イストリゲームなの。なんでだよ。イストリゲームなのは分かった。で、なんかよく分からんけど A を押したら座れた。消えた瞬間に A を押すっていうのがよく分かった。もう、俺のために犠牲にしないでくれ。これ俺押してなくてもいいのかな。でも一応押しとくか、怖いしな。ただただかわいそうなんだけど。やめてあげてくれるか。うう、だんだん速くなってるしね、ペース。完全に俺有利だよねこれ。おや、怖いんですけど、どうすればいいんですか。
やった。勝った。え？これでいいのよね、フレータ。お願い、何が起こっているのか教えて。誰があなたが勝ったって言ったの？私はお姫様なのよ。私の言ったことがこの王国のルールなの。だから私がゲームをしたら勝つのは私一人なの。フレータ、私は本気よ。何が起こっているのか教えてほしいの。私に聞かないで。あなたにはずっとここにいてねって前に言ったでしょ。ダメよフレータ、私はずっとここにはいられないわ。今なんて言ったの？私はここにいられ、いたくない。ずっとここにいてって言ったでしょ。私を怒らせないでよ。でもフレータ、それはできないわ。なんでできないの？あなたが教えてくれない答えを私は探しに行かなきゃいけないの。ごめんなさい。大声を上げるつもりはなかったの。でも、私、今のままじゃ、ダメだと思うの。私が誰で、なぜここにいるのか、知らなきゃいけない。あなたとえぐりってと、もっと一緒に過ごしたかったわ。でも、それじゃダメなの。あなたと知り合いじゃない私が、ここに居続けるのは良くないわ。知り合いじゃないってどういう意味よ。とにかく、あなたのためにやったの。あなたが私にそんなことを言う権利はないの。私を見くびらないで。私はフレータ。私がフレータなのよ。あなたが一緒に遊ぶ友達が欲しいって言うから、私は友達になってあげたの。あなたが遊ぶ場所が欲しいって言うから、私は遊び場をあげたの。どうしてそれだけじゃダメなんて言うの？フレータ、お願い。あなたをどこにも行かせはしないわ。私のところへ最初に来たのに、また私を置いていくなんて、絶対にさせないわ。フレータ。私と友達になれて感謝してる、ですって。どうしてあなたはそんなに自分勝手なの？私は友達なんかよりももっといいものよ。私はあなたを待っていたの。一緒になれるよう私たちの場所を作ったの。私はこの王国を無駄になんてしたくないの。フレータ、何？もう十分ですフレータ。解放する時は来たんです。あなたは何を言ってるの？あなたは私に諦めろって言うの？そうです。もうこの茶番劇は終わらせなければならないようです。ならないのですよ。えぐりってどういう意味で言ってるの？あなた彼女の側につくっていうの？そういうことなの？固くないにならないでください。フレータ、このまま続けても解決しないことは分かっているのでしょう。えぐりって、私は嘘つきじゃない。私はお姫様よ。なんで私にこんなことをするの？あなたは私の友達じゃないの？あなたと共にいることが私の存在理由です。たとえ私たちの王国がなくなったとしても、それは変わりません。エグリッテ、あなたこんなことをやって本気なの？私に彼女に負けろっていうの？これ以上あなたに嘘をつかせたくないのです。もうやめましょう、フレータ。妄想の世界にいるだけでは、先には進めないのです。えぐりって、黙って。黙りません。黙ってよ。なんで分かってくれないの？私はずっとあなただけを待ち続けてたのよ。またあなたと遊びたかったの。これ以上一人でいたくなかったの。あなたと一緒にいたいの。フレータ、けどあなたは分かってくれない。あなたは
私のことを知り合いじゃないって言った。フレーター、私を許して。私はそ、また私を置いていくのね。そうなんでしょ。けどあなたのことを絶対に忘れないわ。それだけは約束する。私はあなたの友達になりたい、フレーター。前に何があったか私は覚えていないけれど、私はまたあなたに会うことができた。そうなんでしょ。やっぱ昔会ってたんだね。そしてまた一緒に遊べた。そうでしょ。私はあなたと入れて楽しかったわ。私も楽しかった。泣かないでフレーター。私たちはきっとまた会えるわ。待って。ん？何？行っちゃう前にベッドでお話を聞かせてほしいの。もちろんいいわよ。でかい。でもごめんなさいフレーター、私あなたに話せるようなお話を知らないの。そんなこともういいのよ。やっぱり行かなきゃダメ？ごめんなさい。私が探しているものが何かわからないけど、絶対に見つけなきゃいけないから。私、また一人になっちゃう。エグリットは一緒にいてくれる。そうだったでしょ？でもあなたとも、あなたともっと一緒にいたかったわ。ねえ。私、最後にあなたと会えて嬉しかった。少しだけ、もう少しだけ長く遊べたらよかったな。フレーター、これあなたにあげる。フレーターズレガリア。レガリア？これ私の宝物なの。宝物なの。大事にしてね。本当に私が持ってていいの？うん、あなたに持っていてほしいの。じゃあそれなら、あなたにはこれを持っててほしい。あなたって本当にバカね。ありがとう。約束するわ。私も絶対大事にするからね。また。フレーター、本当にごめんなさい。鏡の破片がベッドシーツの上に散らばっている。その破片はどれも曇っている。どっち？また遊びに来ればいいやろうぐらいの気持ちでおったけど、そういうことでもないんか。え？あ、これか。ここまでの進行をセーブしていかないかい？僕が君だったらセーブしていくけどね。そうだね。はい。ということで、一旦切りたいと思います。それではご視聴してくださいましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。